原明に1月5日台は、薬学者、東京薬科大学名誉教授。世界に先駆けて、光学異性体を高速液体クロマトグラフィーで分割することに成功し、核磁気共鳴によって、共造体化剰率の高精度な計測法を、確立した。さらに二酸化炭素の超臨界流体を用いて、病単位の光学分割技術を開発したことで、知られる。 スペーサーを導入した、高分割能を持つ、カラム共造体化上率、原昭治は、昭和25年、東京大学医学部薬学科を卒業し、東京大学大学院に進んで、薬科学を専攻した。初期の研究は、分析科学、合成科学の基礎を計算することに始まり、業績として、液体クロマトグラフィーの技術革新、天然有機化合物の構造研究、 合成研究、猛毒成分として知られるアコニットアルカロイドの構造決定、サラマンダーアルカロイドの全合成など、高領域にわたって先導的な成果を得た。これらの研究に携わった経験と、研鑽から得られた科学、技術は革新的なキラル分割法の発見とキラル科学、キラルケミストリーの中核となるシステム構築に展開された。キラルなセレクターを持つ、 高効率の重点カラムを創生して、対手の平体の分割能を持つ HPLC を開発した。さらに、カラムの持つ選択性を増強するため、セレクターの結合に調査のスペーサーを導入した。この固定小表面の非選択的な相互作用は、小さく、広範囲のセレクタンドに対して分割能を示した。D、よび L アミノ酸の非等量混合物の 自己解合に基づくプロトン NMR スペクトルの非等過共鳴を初めて検証し、核磁気共鳴を用いる共造体過剰率計測法を確立した。超臨界流体の二酸化炭素を移動場とするクロマトグラフィーによって、大手の平体混合物を秒単位で分割した。また、キラルな海面活性剤を合成して、同電クロマトグラフィーで大手の平体を分割し、 キラル識別能を持つミセルの形成を証明した。通常の合成法で得られる生成物はラセミ体なので、ヒラセミ体を合成する有力な手段として、不正合成、アソメトリックシンセシスは合成科学の課題の一つとなり、不正能を発揮する触媒の設計は、その中核を成すとされてきた。また、ヒラセミ混合物の計測は、もっぱら、感度の低い、 先行形を用いる手法で行われてきた。蒸気のように、キラル HPLC が開発され、また、NMR によるピーク分裂に基づいた、高感度の測定法が確立されたので、大手のヒラカラダの飛刀量混合物を分割し、混合比率を計測する従来のコンセプトは、全面的に革新された。強調。 白層クロマトグラフィー基礎と応用南山道強調、最新液体クロマトグラフィー基礎と応用難エス S 原、K オカ、A トータルシンセシスオブサマンダロネ、J アム、ケム、ソーク、891041K オカ、S 原、ハラ、ディナイアルオブザプロポーズドストラクチャーオブサラマンダー、アルカロ m シクロノセマンダリン、トータルシンセシスオブシクロノセマンディオーネアンドサポーズド、 シクロナソマンダリジン、J アム、ケム、ソーク、99万 3859S ハラ、A、ドバシ、リキッドクロマトグラフィックレゾリューションオブアナンティアマーズ、オンノーマル。フェーズキラル網でボンデットカゲル、J クロマトグ、18万 8543Y、ドバシ、S ハラ、エクステンディットスコープオブキラルリコグニションアプライング。 ハイドロゲンボンドアソシエーションズインロンエークイアスメディア、NN カラディ、イソプロピルタートラミドアズ、A ワイドリーアプリカブルリゾルビングエージェント、J アム、ケム、ソーク、107、3406A ドバシ、N サイトウ、Y モトヤマ、S ハラ、セルフ、イントゥストノン、イクイバレンスインザーアソシエーションオブディアンドエル、アミノアシュッドデリバティブズ、J アム、ケム、ソーク、108、 307ハット S ハラ、A ドバシ、ケーキの下、T ホンド、M サイト、M センダ、カーボンジオキサイドスーパークリティカル、フルイドクロマトグラフィーオン、A キラルジアミでステーショナリーフェーズフォーザレゾリューションオブ、D&L、アミノアシットデリバティブズ、J クロマトグ、371、153A ドバシ、Y ドバシ、T オノ、S ハラ、M サイト、S 東立。 和山内アナンシアマーレゾリューションオブディアンドエル、アミノアシッドデリバティブズバイスーパークリティカル、フルイドクロマトグラフィー、オンノベルキラルジアミデフェイゼズウィズカーボンジオキサイド、J クロマトグ、461、121A ドバシ、T オノ、S ハラ、J 山口、オプチカルレゾリューションオブイナンシアマー,アースウィス、キラルミックスとミシェルズバイエレクトロキネティック、クロマトグラフィー、アナル、ケム、 61、1984? 原生治、小賀健治、須藤孝一編、モレキュラーキラリティ工事機能分子の開拓と、創薬への展開を目指して、科学導入、原生治の成果、旭屋原薬局は、明治20年代に創業、同45年、四季市、本町通りに移転した。明治、大正期に反映した薬局の典型として、 平成15年7月有形文化財として文化庁に登録された。薬剤師の妻、恩代によって現在も営業が続けられている。原厚次第は枠長製薬副会長で支持法賞を受賞した不和盗蓮の姉にあたる。ありがとうございます。